静岡市は新型コロナ、オミクロン株に対応したいわゆる2価ワクチンの接種予約についてあすから全年代に対象を拡大すると発表しました3回目以降の接種となる12歳以上が対象で葵区のクーポール会館と城東保健福祉エリア、駿河区のアピタ静岡店、清水区の清水マリンビル 市内4カ所の集団接種会場で接種が可能です最も早い会場では28日に接種枠が設けられていますこれまで静岡市では2カワクチンの予約を高齢者などに限定していましたが明日以降は条件を満たすすべての人が予約できるようになります